さあ、思いっきり、思いっきりサリン選手の胸を借りたらいい。もう、しばらくマリア、サリン選手の胸を借りることはできないぞ。お願いします。よっしゃ。サリー選手の魅力は、動じない、何にも動じない気の強さだと思います。私は技の強さよりもこの彼女の気の強さ、負けん気の強さは本当に世界を動かすほどの力だと思っております。その源はどこにあるのか、それを感じてほしいな、マリア。売れば売るほどやられんぞ。それがまた面白いし。この気の強さよ、マリア。この気の強さよ。サリー選手から盗みなさい。ここ痛い、これ痛い。そしてこのふくらはぎのところも痛いですね。ここもうこれを脱出するには相手の髪の毛を掴んででも、お、逆にやられちゃうんだな、これ。さあ、キャメルクラッチですけども、これってる場所分かりますか、はい、これが上に行けば行くほど相手は動けません。噛みついてでもやり返すっていうところがいいね。やられた。
たらやり返す、しかしやられる前にやる、この手もあります。さあマリア、ここで折れるな、折れたらおしまいだぞ、その時点でゲームオーバーだ。どうしたマリア、うん、やり返せ、やり返すには十分な相手だ、十分な相手だ、やり返せ。中途半端だと倍にやられるぞ。うまいこと利用するね。だよ、ダッシュちさ子に見えたぞ今。匂いがね、系統が同じかな。あそこで一人文句言ってるレスラーがいる、もっとハードにと。さあ、マリア挑め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 、チャンスだぞ、チャンスだぞ。顔を持ってくれるぐらいの勢いありますね。よしよしよし、端から端まで飛んでいきます。これ体勢を下にするともっと締まります、もっと締まります。そうそう、あ、なるほどね、こうやって切り返していくしかないんだよな。できるか。
プレックスだな、フィッシャーマンスープレックス。